弁護士から見て、うん、強制送還されたルフィっているじゃないですか、うんうん、今後どうなるんですか。さあね、流れで見るとまず一番結論として重たい刑罰になるとしたら、まあ、死刑かな、死刑判決。今回フィリピンから強制送還されて飛行機の中で逮捕された罪っていうのは特殊詐欺、振り込め詐欺みたいな、そういう特殊詐欺の窃盗罪で逮捕されたみたいな報道されてるんやけど、ただ捜査の本丸っていうのはあの狛江市の強盗殺人事件とか全国で20カ所ぐらいで関与したんじゃないかって疑われてるんやけど、狛江市の強盗殺人とかその他の強盗とかで有罪になったら、そもそも強盗殺人罪の法定刑って死刑か無期懲役、この2択しかないから、それで有罪になる以上は死刑の判決が出る可能性というのは十分にある。ただこれ今回逮捕されている容疑っていうのはあくまで特殊詐欺での逮捕やから、そっから強盗殺人罪で有罪まで持ってくって、この間にね結構その法律的な壁がね何個もあるねんな。その壁って何ですか。まず一番問題になるのは犯人としての立証。今回その強盗殺人事件とか、まあその他の広域強盗で実行犯が別にいるわけやんか。基本その強盗の犯人というのはもちろん実行犯でしょ。背後にいる黒幕がまあ実行犯と同じようなその強盗の罪に問われる時っていうのは、この実行犯と後ろの黒幕との間にいわゆる共謀、この共犯の関係、それが必要やねん。現場の強盗の実行犯と黒幕って言われてるルフィとの間の共謀、その犯罪の計画を一緒に練ったかとか、その共謀の事実っていうのがね立証される必要がある。この共謀の立証っていうのが結構クセモンで、実際の事件とかではまあ検察官捜査側から見たら、いやこれどう見ても黒幕でしょっていうことで、まあ起訴はしたものの、裁判所から見たら確かになんか裏に黒幕としては様子は疑われるけれども、この個別の事件との関係で例えば一緒に犯罪の計画を練ったとか、そういう共謀に加担したっていうような証拠に基づいてしっかりと立証できてなかったら、まあ裁判官としては無罪だしかないから、結構ねその共謀の存在っていうのが否定されて無罪になる事件っていうのはあるねんな。だからまあ今回の事件ではまず一番の壁になるのは、その現場の強盗の実行犯とルフィって言われてる、まあ今回の4人の中の誰か、もしくは全員かもしらんけども、フィリピンから指示したって言われてる実行犯との間のこの共犯関係っていうのが、やっぱ証拠で本当にちゃんと立証できるのかっていうのがまず壁になる。共謀の証拠ってどういうふうに証明していくんですか。例えばこの、まあ、物理的に一緒に例えばどっかで集まって犯罪を話し合ったのであれば、まあ、その時の録音とかメモ書きとかそういうものが残ってるか、そういうのが証拠になるんやろうけど、今回の場合実行犯は日本でルフィらはフィリピンってことやから、証拠はまずはスマホの中の情報とか消されたものとかもあるかもしれないけども、そういうのをしっかり解析してオンライン上でのやり取りっていうのが一番の証拠になるし、まあ、あとはお金の流れね、強盗で取ったお金がどういうふうに流れてるのか、それがあのルフィらの元にたどり着いてるっていうのであれば、それは重要な証拠になるし、ただネックになるのはおそらくこの実行犯ってこのフィリピンのまあルフィと呼ばれてる人たちとの面識ってなくて、ネット上だけの付き合いの可能性がすごく高いと思うんやけど、ってなるとその実行犯の証言っていうのがすごく曖昧なものになるから、普通は何かみんなでどっか会議室に集まって会議したんであれば、いやあの時一緒にあの犯罪の計画を練りましたっていうその共犯の供述っていうのがすごく有力な証拠になるんやけど、今回の場合はその実行犯がもしルフィと面識が全くないのであれば、その実行犯の証言供述っていうのはすごく使いにくいというか、ちょっと弱さが残るから、なんか難しいなと思うな。今後ルフィたちはどんな捜査を受けるんですか。今回この飛行機の中で警視庁に逮捕されたってことやから、まずは留置場に連れてかれて留置場に入れられて、逮捕の容疑っていうのは特殊詐欺の窃盗っていうことやから、まずはそれについてちゃんと捜査が行われて、逮捕拘留の期間限られてるのね、合わせて23日とかね、それ以内にちゃんと捜査を終わらせて起訴するかどうか決めないといけないというルールがあるから、まずはその特殊詐欺について捜査して多分起訴するだけの証拠持ってるんやろね。で通常この種の特殊詐欺のケースっていうのは再逮捕、詐欺って何回もいろんなところに電話してて、その一つ電話することに逮捕できるから、別の余罪で再逮捕ということで逮捕拘留が長引いて、広域強盗についても証拠が固まり次第逮捕拘留するなりして、今回のこの一連の事件で一番本丸って言われてるのはやっぱ狛江市のその強盗殺人事件であったり、その他の広域強盗20カ所ぐらいあるって言われてるから、そっちの本丸の方に捜査切り替えていって、証拠が集まったら起訴するだろうし、証拠が集まらなかったらできるだけ逮捕拘留を繰り返して捜査を尽くすような感じになるのかなっていう、そういう風に見てるかな。アトム法律事務所。